私たちにはイエス・キリストの声を、そしてその言葉を聞くことができる場が与えられています。イエス・キリストの言葉を聞かないと、私たちは彼の力も、救い主の特別な力をも知ることができません。経験することができない。ですから信じることができません。ですからイエス・キリストを受け入れられない、そして救われない。教会、自分の共同体の外ではイエス・キリストについてただ疑いばっかり、議論、文句とかだけですよ。めちゃくちゃです。しかし教会の中で、私たちがイエス・キリストにつまずかないように導かれています。彼の言葉を信じるように導かれています。キリストの言葉が私たちに、教会が私たちに伝えてくれます。ですので、私たちはその言葉を聞いて、その力を経験することによって信じることができます。その力を経験する、触れる、触ることができます。見ることができます。自分自身にも、巨大にも、教会の中でどれほどその言葉が力強く働くのを見る。そしてキリストが御父に使わされたものであるということを信じる。信じるというのは経験することです。彼が神の子である。彼がメシアである。メシアである。彼が私たちを愛している神の子。それをすべて経験する。すべては自分に実現するから、言われた通り、語られた通り、述べ伝えられた通り、私たちに実現するということによって、私たちが信じるようになる。疑わない。疑うことができない。事実ですから。技ですから。神の技は私たちに実現されます。そばにいる兄弟に実現されます。それは一日だけではなく、一ヶ月だけではなく、一年、二年、十年、一生涯。だから、私たちが疑うという状態から、信じるという状態へ、過ぎ越す。過ぎ越す。それは何よりも恵まれることです。神に感謝しましょう。教会が私たちの母です。キリストに導かれます。彼が私たちの心の中には守られています。彼の存在が私たちの中に続くように、守られるように、私たちが彼から離れないように、彼を殺さないように、自分の中には疑うことによって、人間はキリストを殺す、キリストを消える、その存在を見えない、見えなくなる。文句、裁くなど疑うことによって、キリストの存在、そしてキリストのアイデンティティが消えちゃう。教会の中ではそれはできない。だから教会と共に歩みましょう、教会たちよ。教会と共に続けましょう。